授、どうして隕石の接近を予測できなかったんですか。あんなスピードの小惑星、軌道を予測できたら来年のノーベル賞取れますよ。もっとも来年ノーベル賞があるか分かりませんけどね。そんなこと言ったって人類の運命は教授にかかってるんです。分かってますよ、今計算してるんです。早くしてください。早くしてくださいってね。あんたら文科省の官僚が予算を減らしたせいで、うちの研究室には10年前のコンピューターしかないんだ。それで今頑張ってるんだよ。お願いします、なんとかしてください。分かってますよ、私は絶対に希望を捨てません。 1% でも人類が生き残るならそれを計算してみせます。地球に残っている核弾頭、これを全部あの隕石に打ち込むことができたら軌道を変えられるはずです。助かる可能性があるかもしれない。よし、スペクトルの分析完了。計算結果が出ます。計算結果が出ました。結果はどうですか。教授地球終了確定。始まった。ピラニアの寿司ください。やばいやばいよ、教授。してください。あ、ちょっと待ってください。はい、隕石の色が変化してるみたいです。色が変化、すぐにデータをくれ。はい、そうです。そのスペクトルはヘリウムを高速で噴射しているぞ。え、軌道が変わるかもしれない。助かる可能性があるかもしれないぞ。よし、変数は全て揃っている。できた、計算が終了した。結果はどうですか。あかん、あかんよ、あかんよこれ。教授落ち着いてください。ちょムカムカしました。ムカムカしたらダメだって。なーのーはよー教授、黒いの。教授落ち着いてくださいって。逆に今から家庭菜園始めようかな。やばいやばいやばい。ごぼう、おかしい、明らかにおかしいって教授。ちょっと待って、NASA から電話です。NASA での計算が終わった。彼らは私たちよりも高いスペックの計算機を持ってる。結果はどうなってる。地球に隕石が衝突する可能性 100%。 超能力の研究に予算は下りるかね。